マニュエル・ベラスケスは20世紀の反ボクシング活動家及びリング下情報収集家。フロリダ州タンパに生まれる。10歳の時に家族と共にイリノイ州シカゴに移住。1920年、15歳の時に学校を中退。オークパークの鉄道会社の機関車の車庫で働き始める。19歳の時に州兵となり、海雷隊第131歩兵隊に配属される。1924年から25年までの1年間兵役を務めた後タンパに戻り路面電車のオペレーターとなる。この時期にベラスケス自身もボクシングジムへ通っている。1927年にニューヨークに移った後、地下鉄の案内係として働き始め、プロボクサーのピート・ネボと交友関係を持つようになる。ネボは1936年に27歳でプロボクサーを引退、1週間に 2,3 試合戦ったこともあったという。ネボはキーウェストに移り住んだ1938年に自分をプンチと罵倒した男を暴行、傷害容疑で逮捕された。裁判所はネボはボクシングでの後遺症により、精神的な責任能力がないと判断し、9月1日に病院での生活を強制する判決を言い渡した。この一件の後、ベラスケスはボクシングの後遺症に関する情報を新聞記事から収集し始めた。反ボクシング活動として新聞社や連邦議会議員に手紙を送るなどしたが、そのほとんどは無視された。同年、多発性硬化症のために地下鉄を退職。病のため、すでに歩行に杖を必要とする状態であったが1940年から政府役所の事務員として59年まで就労を続けた。59年に引退した後、タンパの政府補助の施設で過ごし、後にアリゾナ、次に移ったグリーンビルで生涯を閉じるまで余生を送った。1994年1月没。89歳。ベラスケスは死の直前、自身が集めた新聞記事の切り抜きなどボクシングでの事故に関する情報をまとめたファイルを格闘技研究家のロバート W スミスに送った。この調査集はスミスから90年代中期にジョセフ R スビンスに渡り、デス・アンダー・ザ・スポットライト、ザ・マニュエル・ベラスケスボクシング・フェイタラティ・コレクションという題名でスビンスと有志による調査と研究が現在でも続けられている。これはインターネット上に公開されており、世界中のボクシングに関する死亡事故の情報と統計が随時更新されている。前述の通り、ベラスケスの遺志を継いだジョセフ・R・スビンスを中心に、世界中の有志によって現在も情報収集、調査が続いているボクシング死亡事故資料である。ただし、新聞の切り抜きやインターネットの記事などを頼りに手作業で収集している資料のため、実際に起こったリング下をすべて網羅しているわけではない。プロボクシングにおける1890年から2007年11月までのラウンド別の死亡事故件数はアマチュアボクシング、プロボクシングにおける1920年から2007年11月までの階級別の死亡事故件数、以上は2007年11月までに判明した調査結果データから。ありがとうございます。